ニューストピックスです。錦川岡高校の女子生徒4人組が耳の不自由な人と在日外国人を取り上げた冊子「オラッチャ」を発行しました。今回はこの話題について社会部の橋本記者に聞きます。橋本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず冊子にはどのようなことが書かれているのか教えてください。はい。錦川岡高校の隣に立つ県立老学校へ取材した内容をまとめました。 同学年の生徒と手話で交流したり、聴覚に障害がある人との接し方を先生に聞き取ったりした内容を写真付きで紹介したほか、目に見える掲示物でにぎやかなど校内の様子もリポートしました。はい、生徒の感想も盛り込み、耳の聞こえ具合には個人差がある、隣なのに知らないことが多いなどと記されていました。 在日外国人については十七人へ日本での暮らしの利点と不便な点をアンケート調査し公的機関の英語案内やアレルギー表示が少ないことなどが課題として挙がったそうですそうですかなぜこの冊子を作ることになったんでしょうかはいと二年生の橋川葵さんが小学生の頃自閉症の作家の本を読み 自分にはない世界観や感覚を持っていると深く印象に残ったことが出発点でした、はい、国籍や体の特徴など自分とは異なる他人への理解を思い込みでとどまるのではなく一歩踏み込んで知ることで壁がない社会になってほしいと活動を始めました、はい、課題研究の授業で一年間取り組むテーマとして取り上げ他の三人が橋川さんに共感し冊子作りに乗り出しましたオラッチャの名前は みんなが主役との思いを込め私たちを意味する石川の方言オラッチャから名付けましたそうですか目の藤谷の人と在日外国人に焦点を当てたのはどうしてなんでしょうかはい身近なのによく知らない存在に光を当てたいと思ったからです実際に生徒たちは校舎が隣にあるのに県立老学校へ入ったことは初めてだったそうです 西木川学校のいろんな生徒が気軽に情報に触れられるようにフリーペーパーの形式で12ページにまとめました中身はカルフルで可愛らしいデザインが散りばめてありました、うん、どこで配布していますかはい、配布は校内に限り2年生には1人1冊多学年には1クラスにつき1冊を配りました冊子を作り終えてメンバーは捉え方は読み手次第前提として様々な人がいると知ってほしい 異なる個性の人たちが自分らしく生きるにはどうすればいいか考えを共有する場を持ってみたいと話していました、はい、今回は社会部の橋本記者に聞きました橋本さんありがとうございましたありがとうございました